皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤシです。2000年に入っても新日本プロレスにとって高田信彦や船木正勝のヒクソンとの敗戦はあくまで対岸の火事としか見ていなく、ヒクソンという黒船の登場をまだ甘く考えていたように思います。それはユーインターとのプロレス史に残る対抗戦で、武藤が高田に完全勝利し、人気の格闘技路線もある程度消したという思い上がりだったのかもしれません。しかし現実にはそうはいかず、次第に K-1 やプライドの格闘技ブームに火がつき、新日本プロレスも闘魂三銃士による90年代の人気が下火になり、観客動員数も目に見えてどんどん減り始めます。さらに流れに敏感で、当時まだ新日本プロレスのオーナーであったアントニオ猪木がバルセロナオリンピック柔道95キロ超級銀メダリストの小川直也を持ち出し、格闘技職の強いプロレスへの転換を図っていきます。さすが日本の格闘技の流れをいち早く読む天才アントニオ猪木です。ワールドプロレスリングを放送していたテレビ朝日も他局と比べて真剣勝負の総合格闘技には乗り遅れたこともあって、新日本に対して MMA をやるべきであると求めるようになっていきました。今回は高田船木戦以降、ヒクソン戦に最も近づいた男、新日本プロレスの長州力がもし戦っていたらどうなっていたのかについて語っていきたいと思います。長州力は1951年12月3日生まれ、バックボーンは言わずと知れたアマレスです。今でこそ滑舌の悪い元人気プロレスラーですが、ミュンヘンオリンピックに出場した本物の強豪です。タイトル歴も素晴らしく、1971年全日本学生選手権グレコローマン100キロ級優勝、1973年全日本フリースタイルグレコローマン100キロ級優勝とレスリング王国日本のトップアスリートです。これまでヒクソンと対戦した中では、野球をやっていた高田信彦や船木正勝と違い、格闘技のバックボーンはかなりしっかりしています。ちなみに長州がヒクソンと戦えばキャリア上2回目の異種格闘技戦になります。1回目は全日本プロレスに在籍時、トム・マギーという選手と戦っています。異種格闘技戦といえば聞こえがいいのですが、マギーはカナダのパワーリフティングのチャンピオン、格闘技ではない重量挙げの選手と戦って異種格闘技戦になるのかとても疑問ですが、試合内容も格闘技にもプロレスにもなっていなかったことを覚えています。話を戻しますが、そもそもこの対戦はテレビ朝日にヒクソン・グレイシーの代理会社からヒクソン戦の放送を持ちかけられてきたのが発端です。ヒクソンは高田戦以降プライドを離れ、2000年5月には船木正勝と対戦しています。ヒクソンは眼下底骨折をするというかつてない苦戦をするものの船木をなんとか退けます。歴史的に見ればヒクソンが日本人格闘家で最も苦戦したのがこの船木であると言われています。しかし興行的には船木はあまり一般的知名度がなく、東京ドームの観客動員数が思ったより伸びませんでした。このあと収益性の問題からバックアップしてきたテレビ東京は撤退します。ヒクソン側は格闘技中継に乗り遅れたテレビ朝日と接触、利害関係が一致し、テレビ朝日の中継でヒクソンの試合を放送させようと画策します。ただ最初新日本プロレスとしてはこの提案に乗り気ではありませんでした。なぜなら現実的に考えてヒクソンと戦える選手が新日本プロレスにはいなかったのです。ただ一人ヒクソンと戦うことができる選手として名前を挙げられるのは小川直也だけでした。しかし小川は新日本プロレスの所属選手ではなく、大手芸能事務所がバックにつく UFO 所属だったのです。そのため小川が勝利すればファイトマネーの金額はとんでもないことになり、逆に負ければ新日本プロレスが負けたと思われるような状況でした。新日本プロレスからすると小川を擁立するのはかなりリスクが高すぎたのです。
それでもヒクソン戦を逃したくなかった新日本のやり手の長嶋勝治氏や倍賞哲夫氏が交渉役となってヒクソン側と話し合い、倍賞氏が長州が出てもいいと言っていると持ちかけると、代理会社もテレビ朝日も乗り気となります。ヒクソンは当時長州のことは全く知らなかったのですが、50歳近い年齢と聞くと笑って承諾したというのはかなり有名な話です。ヒクソンは1958年11月2日生まれ、この時対戦すれば長州と7歳違いの43歳前後です。新日本もテレビ朝日も長州なら船木と比べてもビッグネームであり、一度引退しているレスラーであることから、仮に負けたとしても新日本の受けるダメージは軽く、大量の観客動員や高い視聴率が見込めると踏んで長州を選んだのでした。ヒクソン戦を承諾した長州はサイパンで合宿を張ります。そして2001年5月5日の福岡ドーム大会で同じアマレス出身の中西学と組み、小川&村上和成の UFO 組と対戦します。長州は小川を仮想ヒクソンに仕立てて試合に臨みます。小川と対戦した長州は小川の左フックを顔面に食らって倒れ込み、さらに顔面を蹴られてしまいます。小川はマウントパンチから亀になった長州をスリーパーで捕らえます。中西がカットに入って長州は九死に一生を得ましたが、再度対戦しても小川のパンチを顔面に浴び反撃できない状態でした。試合は中西が村上を仕留めましたが、格闘技経験の長い長州でも小川のパンチが全く見えなかったと長嶋氏に明かし、ヒクソン戦は取りやめにしてほしいと訴えます。ここで長州対ヒクソンは断念せざるを得なかったのが史実です。小川のパンチを受け全く対応できずに自信をなくしてしまった長州を、伝説の仕掛け人長嶋勝治が粘り強く説得することはなかったのでしょうか。ちなみに勝っても負けてもこの幻のヒクソン戦が行われていたら、長嶋と長州が組んで2002年に設立した伝説の泥船団体 WJ も存在しないことになったかもしれません。それぐらいのビッグマッチであるということですね。きっと試合内容よりもパワーホールでの入場シーンが一番盛り上がることは間違いなかったことでしょう。私が思うに長州が危なくなったらすぐさまリングに中西と永田が入り試合をぶち壊し、円助が今日は帰ってくださいとヒクソンに耳打ちすればよかったとも思えるのですが、理由なんて後からどうにでもなりますからね。ただどう妄想しても長州がヒクソンに通用する勝ちパターンというのが全く見えてきません。幻の長州とヒクソンが対戦するならば、プロレス的なアングルで無効試合に持っていくしか道はなかったでしょう。そしてこの長州対ヒクソン戦の消滅にはもう一つの説がありました。それはヒクソン陣営の方から試合をキャンセルしたというものです。もともとヒクソン陣営と新日本プロレスとの間ではルール交渉がうまくいっていませんでした。本来ルール交渉もマスコミを呼んで行いたかった新日本プロレスに対してヒクソン陣営は頑なに拒否します。その結果新日本側は毎回交渉内容を録音してそれを放送するということを行っていました。その録音内容からグレイシー陣営の無茶ともいえる要望が判明したのです。その内容はグレイシー柔術のルールをゴリ押しする形で、例えば関節技はグレイシー柔術が認めるもののみ可能や、ラリアットや肩越しからの投げ技が禁止などが組み込まれていました。つまりこのルールだと長州はサソリ固めやバックドロップなどほとんどの技が禁止されていたのです。もちろん新日本プロレスからすると飲めるはずがありません。さらにヒクソン陣営はヒクソンが負けた場合にファイトマネーを1億円上積みし、試合後に記者会見でガチではなかったと説明することを要求したのです。もはやめちゃくちゃですね。ただ新日本プロレスはこれらの交渉内容を録音して放送していたこともあり、ヒクソン陣営の要求が通ることはありませんでした。
この結果、ヒクソン陣営の方から試合をキャンセルしたと言われています。実際に後のインタビューでヒクソンは、長州との一戦は私が彼のプロレスのリングで試合をするということだ、その場合我々が MMA をやったとしても観客にプロレスの試合だと思われるかもしれない、長州サイドからのオファーは到底受け入れられないものだったと語っていました。この発言からも、少なくともヒクソン自身は長州との一戦は自分から拒否したように思えます。真実は正直なところ分かりませんが、ただヒクソンは世界最高のネゴシエーターと呼ばれるように、試合前から絶対自分が勝てる相手と勝てるルールで契約を結ぶことで知られていました。そう考えると、ヒクソンの要求をきちんと拒否した新日本プロレスの対応の方が一枚上手だったみたいですね。ヒクソンのビジネスセンスも素晴らしいですが、自分の戦いが全く通用しないと潔く諦めた長州力も、また自己プロデュース能力に長けるさすがの超一流であると私は思います。はたまた最初から戦う気は全くなく、ヒクソンと戦うつもりであったことを頭のいい長州は歴史に名をあえて刻んだのかもしれませんしね。史実ではその後長州戦がなくなり、ヒクソンは2002年8月8日 UFO が主催するイベントレジェンドに来賓として招かれ試合を観戦します。メインでマッド・ガファリを下した小川直也はヒクソン戦をアピールして UFO の実現へ動き出しますが、金銭面での折り合いがつかず、またしても断念します。とにかくヒクソンは高額のファイトマネー、念入りな準備期間、勝てる相手、この3つの条件が揃わないと絶対に試合をしないので、50歳の長州力は体格差があろうともヒクソンが食いつくのにとても魅力のあるカードであったと思われます。長州力はプロレスラーなので負けてもどうってことはないと思いますが、試合をキャンセルしたということはヒクソン戦をリアルファイトで考えていたということですよね。長州とヒクソンの対戦が実現していたら、後のプロレス界にとって良かったのか悪かったのか、2人の戦いを一度見てみたかったというのは皆様の心の中にもあるのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。